많이 할 수 있는. マッスルがかっこいい感じ、柔らかいね。でも、なんか昔のマッスルをまた思い出してくれるような、それでちょっと低重心なのに、だから優しさがあるね。同じXBLなんだけど、9番はボブで、マッスルが近い。で、7番は少しハード。でも完全マッスルは今なくなって、このブレードはこの、 タイプになりました。ヘッドの流れは変わんないですね。見た目も。オッケー。やるよ、今年のね。はいね、これも。グレードと変わんないぐらい柔らかい感じが出てくるね。ストレートのいい球でした。コンパクトでね、かっこいいよね。 難しさはないかも。なんか見たとこ出てて、スッと構えられる。落ちやすいですね。落ちやすい。で、さらにキャビティが深くなって、ちょっと大きくなったXC。球の高さがちょっと出るね。出るね。少し出るね。 感触はでもそんなに変わらないですけど、結構ミスショットに近いんだけど、強いね。すごい。オッケー。少しこっちの距離が出てくる感じかな。距離が少しで185ヤード。距離言った通りちょっと広いよね。ミスショットは強いっていうか、一発目ミスったんですけどね。これでも これは本当あの昔の女王キャビみたいな<笑>イメージがちょっとあって、優しさとね、構えやすさとかっこよさと兼ね備えて、全部が兼ね備えてね。まあもう一つ、もうCBPっていうね、これはねポケットキャビティ。ああ、おお、赤。 俺も、ロケットみたいな。<笑>高っ。これ優しいでしょ。俺優しい。これでいいです。ね。<笑> 非常に効果がね。3種類あるんだけれども、どれ？僕もこれでいいです。このぐらいこれ。おお、これの高さに魅力を感じるね。初速速いし、ね、本当に優しい。ね、打感とやっぱコンパクトなのが良ければもう BL ね。 少しね、寛容性を求めたければCBSならではのね、BSの顔つき、これが好きな人も絶対いると思うんでね。ドライバーとね、流れでやっぱり非常にいいものが作ってるんだなっていう思いましたね。